次は仙山港についてお話しますが、これは珍獣でね、日本人にとっては非常に珍獣です。あ、仙山港ねって言って分かる日本人はめったにいないぐらいです。で、これも、先ほど お話しした、コロナウイルスと関係がありまして、やはりコロナウイルスを持っていた。それを食べるのは中国人です。そこで今度の病気を原因になってるんじゃないかというので、もしそうならばこの動物にも関心を持たなければなりません。さて、仙山港は不思議な動物で、鱗に覆われている、そうですね、40センチぐらいかな、頭の先から、鼻先から尻尾の先まで、40センチぐらいでしょうね、の這って歩く動物で、ちょっと見ると爬虫類のようにも見えますし、鱗が生えてるしね、その鱗は硬いんです。テラテラしてる、硬い鱗で、覆われています。体中全部覆われてる仙山港もあれば、お腹だけは毛が生えてる、それから足の付け根のところだけは毛が生えてるというのもあります。ところがこの鱗は、魚の鱗とは違って、毛の変化したものです。仙山港は本来は毛の生えた動物で、その毛が敵を防ぐために硬い鱗に変化した珍獣です。別に何でも怖い動物でも何でもない、うがつ山の甲羅と書いて仙山甲です。山を、うがつ、山に穴を開ける甲羅を持つ動物というような意味ですね。これは普通に言う、呼び方で珍獣ですけれども、南中国から東南アジアにかけて住んでいます。どちらかというとやはり山に近いところに住んでますから仙山甲と言ってもいいんですけれども、こいつはね、不思議な効用がありまして、その鱗だったかな、お肉だったかなが漢方薬になるというので、昔から中国人には売買されていました。で、漢方薬としてはまた妙な字を書くんですよ。綾の恋と書いてね、金銀さんご綾錦の綾です。綾子さんの綾です。それから恋という字、どこが恋に似てるんだろうね。綾恋と書いてワリと読む、これは漢方薬としての仙山香の名前です。綾恋と書いてワリと読む、として薬用にある、漢方薬になるので、そういう漢方薬としての名前がついて、仙山香というのは山をうがつ甲羅のあるものですから、生態から名付けた動物の名前ですね。そのように名前が2つある。決してアルマジロじゃないんです。以前この仙山香の名前がひょっとしたら、中国肺炎、つまりコロナウイルスの病原体を持ってたんじゃないかという話が初めてニューステレビに入った時に、そのコメンテーターの何でもよく知ってらっしゃる、一人が、アルマジロねと言いました。これは違ってました。さすがそこまでご存じなかった。アルマジロは南米などにいるので、東南アジアにはいません。中国にもいません。しかもちょっと似てるかもしれませんね。体が丸っこくてごそごそ歩いてて穴も掘るしね、見たところはあります。虫を食べるしね、見たところはあります。ありますけども、何の縁もゆかりもない動物、種類も違います。で、アルマジロと仙山香はちょっと似てるけども違うということを言っておきます。それから仙山香は別に、穴を掘って住むだけで、別に人間に害のある動物じゃありませんけれども、穴を掘って住んでて、深さ4メートルぐらい掘るかな、穴を斜めに掘ってって中に巣を作って、今掘った穴の、つまり入り口ですね、入り口を土で塞いでおくという地中生活者ですね。穴を掘る、仙山港ですよ、生活者で、アルマジロじゃないと言ったんだけど、アルマジロに似てるんですよね。アルマジロも穴を掘って生活するし、仙山港は人に追われ、犬に追われるとその穴へ向かって走るんだけど、もともとがあまり足の速い動物じゃないから、間に合わない、穴の中に潜り込むの間に合わないと体をくるっと丸めて、丸い球に玉になってしまう。
ということでもアルマジロ見てるんですよね。ですから先ほど申し上げたコメンテーターの方が、あ、アルマジロねと言ったのは無理もないです、よく似てるんでつい間違えたのでしょう。よく似てます、形は仙山湖の方が細長いですけどね、どちらも大きさは大きくても30センチか40センチぐらい、例外的にジャイアントアルマジロっていうのがあって、これだけは大きいです。これは子供が背中に乗れるぐらい大きいけども、その他のものは皆3、40センチ、穴を掘って生活する。よく似てるので間違えた。アルマジロの方は漢方薬なんかなりません。ただブラジル人はこれを殺して食うことがあります。私もこれ一度だけ食べたことがあります。そうですね、ちょっと柔らかくて、まあまずくもなかったですね。鱗のような装甲アーモアですね、アーモの下側に柔らかい肉があるんで食べるとこはあるわけです。仙山湖にもそれがある、お肉があるので、食べる人もあるんだけど、薬にする人もあるということで、漢方薬、それから仙山湖のもう一つの特徴を言うのを忘れてました。4本の割と短い足があるのですが、その足にすごく大きな爪が5本ずつついています。でこの爪は非常に強力でガリ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 、地面を掘る。それから仙山湖はアリクイとも言うんですよ。あの大きな南米のアリクイとは違いますよ。アリクイとも言って、アリ、シロアリ、特にシロアリを好んで食べるのですが、そのアリを食べるときに、そのアリの巣をね、あるいはシロアリの塔などは堅牢ですからね、ガリ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 、そのすごい大きな爪でかき壊す。中からドロ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 出てくるアリを舐め取って食べるんです。仙山湖もアルマジロもそうですけど、長い舌を出しまして、歯なんかほとんどないんです長い舌をベローンと出してね、それに食いついてくるアリ、シロアリなどを、噛みつかせて引っ込めるとそのまま食べられる。またその舌で、取って食べることも、自分の方から取って食べることもあるし、アリの方からたかってくるのをそのまま引っ込められたら食べられますね。それからアリ、シロアリの幼虫も卵も喜んで食べます。あの小さなアリでね、お腹いっぱいにするんだから、よっぽど特殊な仕掛けを持ってないと食べられないわけですね。そのようにしてアリ専門に食ってる。アリ、シロアリの他には昆虫はあまり食べないようですね。ほとんどアリ、シロアリの専門家です。特に卵が好きだっていうこともあるようです。でそれの巣を壊すために鋭い爪を持ってるんですが、この爪でこうやって歩いてる図もあるんだけど、この図は実は違っててですね、その爪を内側に折り曲げて爪の甲で歩くという奇襲があります。これ珍しいですね。爪の甲で歩くと転びやすいんじゃないかと思うんだけど、平気ですね。そのようにして、仙山湖はこそこそと生活してて、捕まえるとシューッと言うようですけども、まあ、鳴かないですね。鳴き声は出さない。どちらにしろ我が国に、日本には住んでませんし、非常に珍しい動物ですけども、これもひょっとしたら、コロナウイルスの元じゃないか。それを中国人はお薬にするばかりでなく食用としても食べるのですから、やはりそれを殺して食べる、生の肉を食べる間にウイルスが移って、それを他の人たちに移したんじゃないかという疑いも持たれてるわけです。そういう疑いを持たれる2番目の動物が仙山湖、それからヘビという説もありますけども、これはちょっとどんなものかと思います。これはいい加減な推測だと思います。野生動物殺して食べる悪敵の中国人、その中で一番上等で一番美味しいのがヘビだと言われてますからね、そのように想像したのでしょうけども、コロナウイルスからがそこから来てるんじゃないかという、第一の動物はコウモリ、第二の動物は仙山コウモリ。